南ヤンゴサウルスは白秋前期に生息した、長万木草食恐竜の属の一つである。イグアノドン類に属し現在の中国に生息していた。1994年、河南省南陽市の内合圏で、新鳥客類の化石が発見された。この化石は2000年に、タイプ種南ャンゴサウルスザゲとして除保し、超奇心、旅勲、マサ、高一万パン、リン占い上げ及び、 東園明により命名、記載された。俗名は、南陽市に由来し、主将明はかつて現在の南陽市に居住していた、三国史の有名な軍師である、諸葛亮に、懸命されたものである。ホロタイプ標本、イベップ V11821 は、宗坪宗の白秋前期アルビアンの地層から、発掘された。頭骨を書く、部分骨格であり、八個の後部の動詞、 6個の椎骨からなる一つの仙骨、36個の OC、各角1個の部分的な座骨、前肢、甲肢で構成される。身長脚類としてはかなり小型であり、全長4から5メートルと推定されている。大腿骨の長さは517ミリメートルである。手が長く、前肢は比較的長い。手の第一肢は中手骨を含めて完全になくなっている。 被災者らはこれは化石化の過程で失われたものではなく、生前からなかったものだとしている。そのためこの種には禁煙種に見られるようなスパイク状の第一種がなかったと考えられている。被災者らによる分岐分析によれば、ナイアンゴサウルスはハドロサウルス上下の規定部に位置し、プロバクトロサウルスより派生的でハドロサウルス下に禁煙である。ありがとうございます。